ロンドン、ニューボンドストリートに佇むサザビーズ。サザビーズは現在も創業する世界最古の国際競売会社。インターネット上でオークションを開催した世界初の美術品、オークションカンパニーでもある。ロンドンで創業され、現在はニューヨークに本部を設置している。1744年3月11日、サミュエル・ベイカーが ジョン・スタンリー教の図書館に所蔵されていた数百の価値ある本を売却する際、イギリスの首都ロンドンに設立された。当時の貴族は知的好奇心と虚栄心を満たすために彼らにとって価値がある書籍をどんなに高価でも入手しようとしていた。サザビーズの名称はサミュエル・ベーカーの老いであるジョン・サザビーに由来するものであり、彼はベーカーの死に伴い会社の半分の権限を 相続した。1983年にアメリカの富豪 A. r ルフレッド・トーブマンによって買収され、1998年に公開会社となった。またサザビーズは世界における卓越した美術品競売会社の地位をめぐって、クリスティーズ社との間に熾烈な競争関係を築いている。今日、同社はアメリカドルにしておよそ20億ドルもの年間売り上げを誇り、 オフィスをロンドンのニューボンドストリートとアメリカが衆国ニューヨークシマンハッタンのヨークアベニューに構える。サザビーズの市場における支配的な位置は自然な成長と企業買収、そして全盛期の周期的な芸術景気交代期間における懸命な経営を通して獲得したものである。2006年5月3日、サザビーズがパブロ・ピカソ作のポートレート作品、 ドラマールと猫を競売にかけると9500万ドルで落札された。これはオークションで落札された品目中、世界で2番目に高額な芸術作品となった。しかし2006年6月18日、グスタフ・クリムト作のアデイレブロッホバワーの肖像、愛が非公式売買にて1億3500万ドルで売却されると、その時点での絵画の最高落札額を記録した。 こうしてピカソのドラマールと猫はその当時で史上3番目に高額な絵画に位置づけられた。オークションで落札された最も高額な芸術作品の位置に最初についていたのはピカソの作品であり、この2004年時にサザビーズで競売にかけられた作品パイプを持つ少年は1億400万ドルの値がついた。 インフレーションを考慮して調整された価格から見ると、その当時ではクリスティーズで落札された2番目に、高額な、ゴッホの作品と、サザビーズで落札された3番目に高額な、ルノワールの作品に次いで、同じくサザビーズにて落札されたこれら、ピカソの作品が、それぞれ4番目と5番目に高額な絵画として、位置付けられた。2012年5月3日。 芸術作品の史上最高額を更新する約1億1992万ドルでムンクの叫びが落札。また2018年5月14日にはアメデオモディリアーニのラフ像が1億5720万ドルで落札されて過去最高額となった。宝石では2014年に南アフリカで発見されたダイヤモンド。 ジョセフィンのブルームーンが2015年11月11日に競売に出品されて4863万4000スイスフランで落札。競売額としてはダイヤモンドとしても1カラットあたりとしても価格も過去最高の記録を更新。出品者の個人情報の保護には厳格で、たとえ盗難品の出品者の個人情報でも警察に開示することはない。2000年2月。 サザビーズ社の CEO であった A.R. フレット・トーブマンとダイアナ・ブルックスはスキャンダルの真っただ中に足を踏み入れることとなった。これはアメリカ連邦捜査局が競売を調査し、クリスティーズ社とサザビーズ社間でコミッション価格の捜査を含めた共謀の事実があったことが明るみに出たためだった。同年10月、ブルックスは罪を認め A.R. フレット・トーブマンが原因だと指摘した。 2001年12月、ニューヨーク市裁判所の陪審員は、エアルフレット・トーブマンに共謀罪の氷決を下した。彼は、禁錮1年と1日の判決が下り、ブルックスは3ヶ月の自宅禁止と35万ドルの罰金の判決を受けた。1983年のイギリス映画、007、オクトパシーで、ジェームズ・ボンドは任務でサザビーズの競売に参加する。 1999年のイギリス映画、ロック、ストックトゥースモーキング、バレルズの最後で映画の登場人物の一人が、バザビーズと呼ばれる競売会社のオークションカタログを見ているシーンがあり、これはサザビーズをもじったものと思われる。また、アメリカ合衆国のアニメ、ファミリー外のエピソード、ブラインドアンビションでは、キャラクターのクリーブランド・ブラウンが、 サザビーズの熟達した競売人であると言われている。ありがとうございます。